はい、皆さんどうもこんにちは、榎本晋作です。あ、 IT 教育者榎本晋作ですわ。まだちょっとオープニングが安定しなくてすいません。まあ、今日も5、6本目ぐらいかな。ちょっとそういう風な動画撮っていきたいと思います。で、今日なんですけど、ちょっといただいた質問に回答したいと思います。榎本さん、ちょっと移動系モビリティですね、モビリティで注目してるもんなんですかっていう質問いただきました。モビリティで注目してるのは、僕がですね、空飛ぶ車です。まあ、なんか、フライングカーとか言うんですけど、まあ、なんかなんとかロボットとかそういうの昔やってたような世界観ですよね。その、車が空飛ぶっていうだけの単純な話なんですけど、これが結構面白くて、内閣府はすでに空飛ぶ車計画とか出してるんですよ。で、どういうイメージかっていうと、車が空を飛ぶっていうよりは、なんかドローンが小型化するとか、小型でもないか、ドローンもちっちゃいか、ドローンみたいなヘリコプターが乗れるようなものが出てくるとか、そういう話で、詳しく知りたい人は、概要欄にリンク貼っとくんで、NEC の空飛ぶ車みたいなのが結構面白かったんで、ちょっとそれが今注目ですね。空飛ぶ車みたいなところは、個人的にはすごいワクワクしてますし、空飛ぶ車に関連しておそらく道路交通法の整備っていうのが必ずセットで出てくると思うんですよ。なので、法律関係もどういうふうに整備されていくのか同時に注目した方がいいと思ってます。まあ、どういう話かっていうと、じゃあ空に信号機ないじゃないですか。でもその高さによっては地上の信号機使うのか、それとも空の信号機使うのかとか、あとはなんかその飛行機は空飛ぶときって必ず登録してここ飛ぶよみたいなのを設定するんですね。あんなに高いとこ飛ぶんで。あと、あれだ、着陸するときも着陸待ちとかあるんですよ。いっぱい飛行機溜まってるから空港にいっぱいとかあるじゃないですか。っていうときに、空飛ぶ車ってどれぐらいの高さ飛べて、で、それで、例えばなんだろう、ビルとかとバッて、ぶつかっちゃったりする可能性があるんで、事前の届け出が必要なのかとか、そういう世界観になってくる可能性あるじゃないですか。なので多分、空飛ぶ車の、特区みたいなのができると思うんですよね、特区が。だから空飛ぶ車特区みたいなのを、いち早くやるためにどうすればいいかっていうと、東南アジアとか、その辺で、特にインドネシアとかの土地を早めに押さえておくのがいいのかなと思ってます。で、どうするかっていうと、財閥を押さえる。要は、どういう話かっていうとですね、日本で特区作ろうと思ったら、その国とか行政機関なんで動き遅いんですよ。でもまあ、いわゆる財閥とか、大富豪が土地いっぱい持ってるような地域だと、ああ、いいよ、みたいな、ワンステップで結構進んじゃうようなことがあるらしくて、これはジェトロの動画で見たんですけど、まあ、そういう世界観らしいので、もう、移動の世界を早めになんか、発展させたいんだったら、もう土地を持っとく。で、これも日本じゃなくていいんで、とにかく。もう、規制の緩い土地を持っとく。で、特区を後回し、特区を作ることのためにいろいろ時間割くんだったら、さっさと特区を買い取る。で、この動きが遅いから日本ダメだっていうふうに世界から言われてるっていうのはよく言われてることで、こういうふうに土地の争いになった時にすぐ中国にお金で負けちゃうとか、スピードで負けるんですよ、お金よりも。お金あっても日本その決定が遅いみたいな。石橋何回叩いとんねんみたいな、叩いとんねんみたいなとかあるから、そこはすごい注目してます。空飛ぶ車。で、空の話をするのであれば、もう一個注目してるのが、ウーバーコプター。何かっていうと、ジョン・ F ・ケネディ空港ってニューヨークにあるじゃないですか。で、ウーバーってタクシーのシェアリングアプリですね。要は、僕がアプリでタクシー呼んだら、ウーバーのタクシードライバー来るわけですよ。で、それのウーバーの有料ドライバー向けに、ヘリコプターのウーバーが今もう本当に実装されてるらしくて、これニューヨークいる人いたらちょっとコメント欄か僕に直接連絡いただきたいんですけど、これはできてるらしいんですよね。だから要するにもうなんか空飛ぶ車は多分そのルートが決まって視野になるんじゃないかなっていうふうに思ってます、僕。そう、だから、個人が保有するっていうよりもシェアになるっていうところが主流になってくるのかなと。ただ空飛ぶ車の自動運転とかまではちょっと技術的にどこまでいけるのかっていうのはわかんないんですけど、おそらくこれから空の法律と土地と、技術、この3つはすごいセットとして大事かなと思います。なので、ちょっと皆さん、移動の未来を見るときに地上だけじゃなくて、空、そして正確にはイーロン・マスクがやってるループ計画っていうその地下も大事なんですけど、地下の話はちょっと今度できればしたいと思います。じゃあこんな感じで今日もありがとうございました。チャオ。